これは 65cm×65cm のスカーフです。バイアス折りにします。まずこの角をセンターに持ってきて、それで畳み込むということなんですけれども、先が三角になればいいという、これがバイアス折りになります。そして初めはキャビンアテンダント巻き、CA の方がやっているアスコット風の巻き方です。これ1回巻きます。でもう1回これ結ばないでもう1回巻きます。これで型崩れをしないという、ここが秘訣、コツですね。これだけでも綺麗ですね。でアスコットタイプ風にするには、ここからこれを広げます。でちょっと広めに広げてあげると肌が見えなくていいと思います。その襟ぐりに合わせて、この大きさは決めてください。私の着ているこの白シャツはちょっと襟ぐりが広いので、スカーフも広く広げています。これがキャビンアテンダント巻きですね。型崩れしません。2回巻いてあるので型崩れしないので、夜まで、持ちます。次にご紹介するのは、これは本当紳士の男性のアスコットタイの巻き方なんですね。ちょっとアレンジしてあります。で短い方を巻きつけます。これはネクタイ巻きですね。で普通長い方を巻くんですが、この場合私はアレンジして短い方を巻いています。でノットの中に端を入れます。でこれ前の方は短いんですけど後ろが長いので、これを持ち上げて中に入れて引っ張り出します。この方が型崩れしません。しっかりとネクタイ風に巻いてあるので持ち上がってこないんですね。アスコット巻きにするとよく持ち上がってきて何回もやり直さなければならなくなるんですけども、このやり方が一番しっかりしていて、ずっと一日中持ちます。で中に入れます。で紳士のアスコットタイってもう幅が決まってるんですけれども、スカーフの場合は自分の調整で、広くしたり狭くできたりしたりできますのでお試しください。これだと一日中持ちます。これちょっとアニマルプリントのスカーフでやってみました。これはネイビーベースの大人の巻き方です。これはモノトーンの巻き方。いろいろお試しください。